あの生徒を甘く見てはなりませんぞ。長い教師生活であれほどの魔法の才能を持つ生徒は教えたこともない。そういう生徒がいるのは幸せなことだ。そうかもしれないな。お話しさせてください。よく来たな。やっと話せる。袋を受け取りました。前に言ったロドゴクというゴブリンと話せましたよ。何がわかった？彼とランロクは親しかったけど仲違いしたようです。そうね、信用できると思う。鎧取りに行ったやつか。兜か。信じどこ。難しいところですもん。できるのか。彼は誠実で信用できます。シローナライアンも信じてますし。よかろう。だが信用できたとしてランロクの元へたどり着く力になると。兜は回収したのでランロクに渡せば信頼を取り戻せるかも。忙しいようだな。努力が実りランロクの計画が明らかになるよう願っておる。ロドゴクはランロクが何か探してるとは言ってましたが、何かまでは。確かに何探してるのか。兜が鍵になるんじゃないでしょうか。兜なかったもんな結局。ランロクが何を探している。心配だな。我が城にある自分の肖像画のそばで異常な数の気配を感じた。きっとゴブリンや魔法使いだ。もう戦闘の予感。ルクッド綺麗だねやっぱこれ。元の住まいだ。そしてあの城は次の試練の舞台でもある。悪い知らせが。残念ですが、おそらくご子孫のビクトールは闇の魔法使いでランロクと手を組んでます。私の子孫が闇の魔法使いだと。どうやら一刻も無駄にできないようだ。困難が待ち受けているだろうが、急ぎルックウッド城に行ってもらわなくては。次の試練の場所というだけでなく、悪の手に渡れば悲劇となる力の源が存在しているのだ。もっと時間があればよいのだが、君の能力を信じている。できるだけ早く私の肖像画を見つけてほしい。肖像画を見つける。わかりました、行ってきます。次は肖像画見つけるのか。幸運を。はい。時間はないぞ。マシンルックウッド城で会おう。先生俺も連れてって。あ、先生ここに。あ、でも徒歩で行くか。ってことで移動するか。ってことここか、集合場所。おい、こっちだ。でもいいな。そんな大きい声で言わんでも大丈夫。一応待ったのね。始めよう試練を。何が起きてるんです。ルックウッド先生の言う通りだ。ビクトール・ルックウッドの手下とランロクの信奉者がひしめいておる。あ、今ってことか。協力こそしておるが友好的な同盟ではないな。なるほど。どうやら正門以外の入り口を見つけねばならんようだ。行こう。でも場所出てるね。あ、飛べないんだ。ウェルドクロフトはもう十。これバレちゃいけないってことかな。ちょっと呪文変えるか。そしたらそう、目くらまし術をね、スキルレベルアップしたかね。走ってもバレないようになったんだけど、どうかな。いつかは本物に行き当たるさ。ほら走っても大変だ。もし聞かれたら探してみましたって言えばいいだろう。あ、バレたぞ。どうなってんだ。倒すしかないのか。ランロク様の反乱は止められない。なんか敵増やしちゃった。ランロク様のために。結局これ戦う予定やったのじゃ。まあパパッと倒すか。倒したっぽいな。 あそこか。あそこから入れそうだ。装備スロットまたワンパイヤ。まあ、いっか。あそこってどこ？ここっすね。あ、これか。じゃあ呪文が。あと、ウィンガーディアムレビオーサどうやって使うんだっけ？まあいいや。ちょ、これで変えよう。入ったけど。国の半分を掘り返すつもりか。ガキさえ連れてくれば、こうやって穴掘りなんぞやらなくていいんだがな。あの箱のためにドラゴンなんか出さなければ、そのガキもいらなかったんだ。
魔法省の連中に目をつけられながら何ヶ月も探したんだぞ。奴らを馬車に乗せたからだ。その時点で打つ手は限られた。あの忌々しい学校に着いたら手を出せなくなる。もう十分な力を得ただろう。屋敷の下にトンネルを掘らせてやったではないか。仲間割れしてんのか。やった。お前を生かしているのは守護者の子孫がいつか役に立つかもしれんからだ。それを忘れるな。約束したはずだ。まだ行方の知れない魔法の源を見つけてきた。魔法の源、その力をお前にも分けてやると。さあ、ごたくはいいから行け。出なければ俺の力をもう一度見せてやることに。強そうやけどな。ガキを連れてこい。ダンロクがラスボスになるのかな。君を狙っておるのは知っての通りだが、魔法の源を探しておることも新たに分かった。ダンロクは守護者のことを知ってません。ああ、それも聞いておる。ルクード先生は次の試練を達成すれば詳しく分かると言っておった。さあ、城に入りましょう。どうやったんだ。おお。母親に伝えるべきことはある。バレてるやん。あんた落ちた。終わったか、これで。めちゃめちゃ敵多かったね。こっちか。これ欲しいけど、拾えないんだよね、多分。拾えた。拾えるだけ。こっち上かな、普通に。おー。でも大丈夫。あ、もう全然先に座ってたわ。手っ取り早い降り方だ。何すか。あれか、また3つぐらい見つけるやつか。1、2。あ、これ。これでいいんちゃう。はい、行こうか。先生いるから頼もしいな、マジで。入りましょう。肖像画を見つける。そうやね。なんかすごくない？ちょっとルーモスにしたい。ルーモス。こっちなんかすごそうやね。やばい音してるけど。あ、そうなの、これが。全部持ってったんだろう。なぜまだここに。ランロクは他にもあると言っていた。それが正しければそのやつかもしれん。それが何であれ、我々が先に見つけねば。レーモス、少女はどこだ。とりあえずこっち行ってみるか。肖像がね。お金はください。物音がした。君たちでよかったよ。あったやん。こんなあさり。ルクート先生、あなたの城を占拠したゴブリンは魔法の源を探してて、そして何かの容器を開けました。そんな、まさかこれほど悪い状況だとは。取られちゃった。パーシバルに話したように、金庫でゴブリンが強力な魔法を使っていたのなら、どうにかして学んだことになる。ありえない。それとあなたが守護者だったことは知られてます。ランロクが言いました。妙だな。どうやって。この件については後で考えよう。今は次の試練に取り組みなさい。なんか分かんないことだらけやな。行けます。どこに行けばいいですか。まずは自分が持っている力を完全に理解しなければならん。試練が証明してくれる。知識を伴わぬ力は危険だ。誤ったものが手にすれば、ランロクと不幸にも私と同じ名のものを出し抜けばいいだけだ。わかりました。どこに行けばいいですか。私に任せろ。フィグ先生とはしばしお別れだ。またフィグ先生。
お別れか。古代マジと繋がるここっぽい。なるほど、じゃあ先生さんなら。できるなら同行したがな。君の到着を地図の間で待っておるぞ。はい、じゃあルーモス。じゃあ行くか、普通に第二の試練。いやー、なんかここ面白いよね、謎解きとかいっぱいあるから。パッパと切れましたね、今回。こっちも扉あるぞ。関係ない、これなんか調べられる。関係ない、お清のカードだな。向こうに行くっぽいな。向こうが見えましたってこと？なんか変わった？あー、これがあるってことか。入って。これなんだろうね。あ、なるほど。これもなんか関係あるのか。なかなか難しい。あ、これもなんか関係ありそうだ。これも、いや、ここでいい、これここでいい。で、こいつなんで言うこと聞かなくなってんだ。あれ、そいつもこれ開けるか。あ、それと開けられない。ここら辺、なんか真ん中ら辺で多分あれすればいいよね。ほんで、そんな良くなってる。あ、落ちる。でもやってることはこれで合ってるはず。これで上行って渡るんちゃう、ジャンプして。あ、いい、そういうことや。よし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 、じゃんじゃこいよ、これ。うわ、じゃこの気持ち悪い階段。またあれかな。え、なんか宙浮いてるぞ。ありますね。あ、またあれ攻撃するやつか。お、おう、柱が道を塞いでる。動かさないと。なるほどね。え、うわ、すごい入れた。うわ、なんか正解っぽいの、これ。絶対正解やん、これ。たまたまやったけど。中からできんだね、これ。ああ。なんか簡単にできちゃった。たまたま。いいよ。これサクサクだね。あいつ倒しそうやな。先に攻撃しよう。おお、なんだなんだ。うわ、あれ溜まってない、きついな。あ、溜まってる。この守護者絶対強いっしょ。あ、ワンパンできなくなってる。あ、待って、やばいやばい。え、あーだーやばいやばいやばい、冒険終わってしまった。ちょっとやり直させてくれ、さすがに。
間違えた。弱い風使っちゃった。これで終わりや。よーし。まあ、一回事故っちゃったけど、まあ大丈夫っしょ。なんかもう向こうに繋がってる。分岐があんのかなこれ。ああ、これまたあれか、あれになってるのか。左に進むのが正解みたい。でもどうやって？どうやってですかね。とりあえずもう一回回してみる。あ、戻っちゃうの。こっちいながらとかじゃないこれ。こっち行こうか。どうすんだ。あ、でもこっちに扉ってか道あるぞ。お前なんか関係あんのかな。これで戻ったら、あ、道できてる。どうした、なんかこの前より全然簡単だぞ。なんか良い階段で。あ、こういうのなんか試練面白いね、これやりがいある。これまたちっちゃくなった時に動かすパターンでしょ。え、あ、できんのか。もうこれ倒すのめんどくさいから。よじ登るのにいい足場が近くにない。まだ敵いる。え、あれない、あれない、これない、これない、これない。こっちからじゃないと見えないって敵。待って待って待って、それずるじゃね。あ、やっぱここからだと見えんだ。よーし、中心に当てるとアーチの向きが変わる。通れる道があるのかもしれないな。でもここにさ、持ってくれればいいもんね、あいつを。あれ、あ、ね、そうだよね、こいつをさ。あ、待って待って、間違えた、デパルトじゃない。発音がどんどん良くなってるわ。ここら辺ちゃう、ここら辺で移動して、あれ、じゃあこっちから、ここに登れるじゃん。届かないか。ってことはよ、どうしたら登れるんだ。足場が足りないもんね。あ、でもあれもあるのか。広瀬の一つを引きずってアーチをくぐれるかな。あ、もうなんか答え言っちゃったあなた。これしてこうぞ。一緒一緒一緒、これは一緒一緒。この時にここに置くってことか。ほんで、こっちから入って違うか、こうか。入る方向がわからんくなる。こいつを大きくして、あ、もうこれじゃ意味ないもんな。違うの、これで。これでどう？そうか、これで登れる？無理よね。ってことは、ブロックをアーチに通すことができれば、反対側にいる間に登るための足がかりにできる。ブロックをアーチに通すことができれば、反対側にいる足がかりになる。あ、こういうこと？
んで？これでさ、あ、でもそうか、ないってことか。あこういうことじゃね。これでこっちから入ったらある。ああ、そういうことや。わあ、難しいねこれ。なかなか頭使ったわ。褒美をくれ、褒美。これはねちょっと難しいっすわ。オッケーオッケーオッケー。頭使うな。酔うて酔うて。おお、え、なんか、あ、なんでもないんかな、こうエクスカリバー的なもんかと思った。そろそろじゃない、こいつ戦うんじゃない。ん、あいつか。これさ、無視してもいいかな。あー、無視できないね。倒して、倒して次行かしてくれ。なんか難しいな、やっぱ簡単やと思ったけど。でもなんかもう最後っぽいぞこの扉ってことは。そんなことない。あ、ここね、ほら、なんかウィゲームユーザーが5。これ相当敵強いんちゃう。呪文これ以外なんもないよな。コンフリンゴ、エクスペリアムズ使ってみるか。余ってるし強いんじゃん、これ敵。うわ、またそのパターン。だるいて。これ強いね、武器取ってたのはこれ。はい、いや面白かったぞ今回。あー、まだ終わりじゃない。そうか、こいつがいいのか。あー、取っとけばよかった。そうやって、こいつなんかあるよね、チャージのあれが。そうそうそう、これこれ覚えてる、覚えてる。これがバカ強いから、このチャージ破壊しないことにも始まらないから。攻撃力が足らん、マジで。地道やな、だいぶだいぶ地道やな。あ、これできると思う。これやんないことには始まんないから。これやばいやつや。オッケーオッケーオッケー。もう一回これまでと熱かったもん。どうせこれ回収できるじゃん。ここからオッケーオッケーオッケー。一回回収しよう。はい、待てな、新技、新技あるって。やばいよこれ。え、これはさ、どうやって、どうやってするんですか。あれの避け方わかんない。立てて、ジャンプで避けるしかないんかな、あれ。うわ、難しいね、あれ。どうやって避けるんだろう。危な、危な。お、難しいこれ、避け方が。ガードするしかないんかな。難しい。お、回復あと1本しかない。わ、ガードすればいい。ガードするしかないか、三角で。あ、待って、それやばいかも。お、なんか奇跡的に受けた。
溜まってない？あー、やっぱ三角じゃダメやな。やばい、ギリギリの戦いやから危ないって。やばすぎ、やばすぎ、チャンス、危ねー。あ、マジ危なかった。うわー、ギリギリ。イヒメイルだよ、こんななくなったの。やれやれ、あれ以来だな、本当に。この前のこのボス以来。そうだよ、やっぱ。あ、記憶見れるのか。なんかあれ、宝箱拾えたら拾おう。無理やった。え、バリコア。あ、前もこんなんやったか、そういえば。怖いけどな。石堂らの旅の話が楽しみだ。どうぞ。あの、あれか、この前のちっちゃいやつが大きくなったか、娘みたいな生徒か。石堂ら、私たちは君に聞きたいことが。いいわ、見せたいものがあるの。誰だこれ。父さん、ホグワーツの同僚よ。父さん、なんか闇抱えてそうだよ。兄が亡くなってから喋らなくなったの。もう相当闇深かったわ。今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた。私たちには苦しみを取り除く力があるのよ。そうなんや。え、父さん実験台にすんの大丈夫か。石堂ら、なんかやばそうやけどな。なんということを。消したわ。大丈夫なのかこれ。石堂ら、それは未知の魔法だ。見えるのは瓶の中に封じられたものだけで、それにどんな力があるのかわからない。しかしその魔法の痕跡は私が知るものとは異なっている。まがまがしいな、なんか。ありがとう。なんか怖いね。危ない力な気もするけど、なんか戻れるとここら辺にあったよな、いつもなら。向こうか。なんか石堂らはあれしちゃったんかな、闇落ちしたのかな、この後。そんな気がするぞ。パーシバルラッカム戻ったな。しかも答え満足だ。え、そんな、そんな危ない試練仕掛けてた。ああ、また会えて嬉しいぞ。ルックウッド先生がルックウッド城での出来事を話してくれたよ。私たちが今置かれている悲惨な状況の中、君のように有能な者がこの道を選んだことは実に幸いだ。ありがとうございます。言われた通り、この二つ目の遺物は守ります。よろしい、準備はできたか。できました。覚悟ならもう決まってます。あ、ちょっと聞けばよかったな。ならば紹介するとしよう。まあまあ、後々わかるでしょ。こちらはホグワーツの元校長、ニーフ・フィッツジェラルドだ。俺、パーシュワルが校長かと思ってたわ。ああ、この人が校長なんや。はじめましてね。試練を乗り越えた生徒が現れたこと、実はそんなに驚いてはいないの。あ、そうなの。ホグワーツの生徒はやると決めたことは何でもできると信じてるのよ。ありがとうございます。お会いできて光栄です。私の試練を乗り越える準備はもうすっかりできているのでしょ。
レベルが足りないとか言うんやろ、多分。どう言えばいいかしら。私の試練の場を準備しないといけないの。我々は先生の判断を信頼しています。あなたは不手際を取りなす方法を他の誰よりもご存知のはずですから。その腹立たしいうぬぼれ校長の。ええ、もちろん。すぐに全て整った状態にしましょう。早くしてくれよ。もちろん。フィッツジェラルド先生が道を用意するまで少し時間がいる。準備が整うまで魔法の腕を磨いてきなさい。その間、ね、ランロクとビクトール・ルクウッドの活動について何か分かったら、ぜひ我々に教えてくれ。ねえ、分かりました。なるほど、分かりました、分かりました。抵抗等でフィグ先生、それを踏まえてどうですか。引き続き魔法を磨きます。飲み込みが早いな。ロド国からもすぐに連絡が来るといい。はいね、ロド国もね、それで君が取り返した兜で何が起こったか分かるだろう。今日もいつも通りよくやった。また今度話そう。真冬？なんかホグワーツ綺麗だな。